うわあ、見ちゃった。よし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 、いいよ。どうも皆さん、こんにちは、オリです。よろしくお願いします。いやー、久しぶりだな。桃鉄16ゴールドに触れるのめちゃめちゃ久しぶりですね。めちゃめちゃ久しぶりって言っても、まあ2週間ぐらいかな。うん、というのもね、ちょっとここ最近ガチでそのレポート軍団が一気に押し寄せてきて、なんか3日かけて1個作ったらまた次のが3日後に出さないといけないみたいなのを、まあ2、3週間やってました。はい、てかまだ続いてます。まあそんなわけでちょっと、まあ悲鳴を上げそうなぐらいしんどいんですけど、まあやろうかなと。うん、というのもね、もう取りだめなくなっちゃって、昨日、まあ一昨日かな、一昨日だったかなに、パート79の編集がなんとか終わったんで、まあちょっと新規で撮らないとそもそも編集もできないみたいな状況になってしまってね。うん、だ本当にここ最近忙しかったんで、ゲームすらできてなかったんだよね、本当そもそもね。電波人間とかも本当ログインすら怪しいみたいな日あったし、まあモンストだけやってましたけどね、ちょびちょびね。そうですね、うん今の言うとなんか説得力ないけどまあとりあえずやっていきましょう。80年目ということで、未来超特急とかそろそろ来んじゃない。はい、ほら来た。もう予想通りすぎて予想通りすぎてよ。この度政府は未来超特急の計画を発表しました。来ましたね。あ、札幌と博多なんだ。じゃあ2010と同じ仕様だね、多分。2010と同じ仕様かな。うん、てか令和も同じか。うん、そうだね。90年目10年しかじゃあ稼働しないの、未来超特急10年しか稼働しないんすか。はい、投資方法は札幌に新設、札幌に新設されたんだ。博多にも新設してくれよ。なるほど、そこまで行かなきゃいけねえと、ちょっとめんどくさいね。3兆円、わお、とんでもねえのもらったわ。望み収入もらっちゃった。オッケーオッケー。お、なになになに、おー、戦場中、ありがたい。で、金が97兆7916億。まあ、カンストは問題なさそう。で、絶好調カスタマイズ、デビル派遣、陰陽師、サミット、武器皿、指定運賃。武器皿は何であるんだ。俺、武器しか持ってねえけど。全武器、あ、だからかな、刀狩りかなんかで奪ったかな。刀狩りがストックにないってことは多分そういうことでしょ。絶対それだわ。行けへんやんけ。行かれへんやん、目的地。マジかよ。あー、でも増資が、なんだかんだ言ってまだ全然でしょう。はい。あ、意外と95。なんか、ここまで行ったら自力でやりたい感もあるけどね。まあ、コメントとかでは、こう、なんだっけ、あれやってほしい、ハンデ戦やってほしいみたいなのも、何人かね、いたんですけど、この感じちょっとそんな余裕はないね。この感じちょっとその余裕はなさそうだわ。80年目でこの状況はまずい。よいしょ。22。これかな結局。なあ。結局これが一番難敵な気がするんよね。オッケーオッケー。まあ、この辺もちゃんと増資して、80年目だからコンピューター変えなくていいよね。次か。81年目で変えなきゃな。うん、オッケー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 。うわ、あ、見ちゃった。よし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 、いいよいいよ。復帰一発目の貧乏神の行動がキングボンビーに変身。これは素晴らしい。キングも言ってくれてんだよ、桃鉄お前ちゃんとやれよってね。もうそろムー大陸のアプリとかも来るもんね。まあ、これこの動画出してる時いつか知んないけど、あ、これ11月1日かな、出てんのわかんないけど、11月1日か2日かな。あのね、ほんと動画のストックマジ取れないんで、ここしばらく多分、うん、ここしばらく動画のストックとかマジ取れないんで、まあ相当、うん、カツカツでやってる気がすんな。てかもう下手すりゃ毎日投稿できないレベルだと思うんだけど、まあまあなるべくね、出したいは出したいですからね。よいしょ。なるべく頑張りますけど、まあちょっと無理な時は無理ですって言いますね、僕は。やっぱ無理してもね、いいことないですから。そう、無理しない、無理しない程度に毎日出す、これが俺様です。だから休みたくなったら僕勝手に休むんで、よろしくお願いします何も言わずに、あ、今日出ないよみたいなあ、普通に今日出ないのねみたいな感じだわ、多分。
毎日は無理だよね。だゆっくんって人すごいよね。まああの人はちょっと喋ったりとか編集とかもしてなさそうだから何とも言えないけど、編集してなかったらぶっちゃけ相当楽なんだけどな。飛び散り買うんだ。飛び散り好きなのかな。あ、消えた。オッケー、わかった。目的地帰ろう。わー、望みか。いや、周遊だったらいいんだけどね。望み周遊だったらいいんだけど。いや、それはちょっと強すぎか。まあ、16ゴールドにおいてはもう望み周遊最強の移動系ですからね。なんだかんだ言ってね。てかさ、カード制覇。あと37枚でしょ。多分あとなんか1種類手に入ったら俺あれでしょ。カードコンプあと100、あと、あとってかあれか、100枚。100枚達成でしょ、多分。どっかで入手したいけどな。これは入ろう。増資終わってないしね。あ、望み収入切れるんか。なんてこったい。まあ、金はどうでもいい。あ、増資来た。そろそろ持っとくか、増資カード。ね。なんだかんだ言って、なんだかんだ言って強いみたいなところあるし。てか、武器皿俺今使えないし、状況的に。あの、この時の武器皿ってね、全部消えるんですよ。あの、僕の持ってるやつも消えるんですよ、要は。なんで、陰陽師とか、サミットとか、多分あの辺全部消える。さすがにそれは、無理。そんなことされたら僕は、終わります。はい。リニア！なんでそんな急に本気出したの？めちゃめちゃガチで、やるやん。どこよ、夕張。夕張バリ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 。うわ、キングついちゃった、これ。どうすっか。てか、ぶっちゃけさ、ここでワンチャンあれだもんね。生ハーゲンじゃねえわ。アロハメハとかで俺が食らってた、これ確定避難だもんね。ちょっと、これはさすがにちょっと二刀流させていただこう。さすがにだな。どこ行った？あ、これか。はい。で、まあ、サミットあるんで、普通に、まずサミットしましょう。全員集合ですね。キングの BGM、こんなに聞いたって久しぶりだな。テレテレテレまで行ったの。久しぶりだぞ。コンピューター動くときってね、あれですからね、まあまあ早いですからね、やっぱね。そんな長々と曲聴くタイミング意外とないですからね、コンピューターってやってたらね。まあ人ってやってるときはあれだけど、こうやって考えたりするからね。まあまあ聞きますけど。じゃあキサカと行こう。バイビーひでえな、これひでえな、大概だなこれ。いや、こういうことができちゃいますからね。だから80年やってないだろこの売り場バーが。潜在一軍もういらないかな。それぐらい、それ持つぐらいだったらちょっと刀狩り持ってきたい、俺は。刀狩りないとね、ほんと怖いですからね。まあ、増資カードもまだ早いかな。まだ早そう。うん、まだ早そうな気がするわ。極論変えるしね。増資カードね。そこで。その、一個左の売り場。坂田だったっけ？坂田で変えますからね、一応ね。あいつサミット持ってるやん。普通にちょっと欲しいまであるわ。なるほど、そういくんだ。千歳じゃないんだね。千歳だったら夕張近いからそういうことなのかなって思ったけど、そういうことじゃないんだ。うん、ワンパンだよね。まあそれはワンパンよね。そりゃそうだよね。目的地だけでちまちま稼いでるコンピューターはもうキング来たらワンパンっすよ、そりゃ。25マスか。すっげえ微妙だな。まあ、手持ち的には一旦何着ても大丈夫そうではあるね。まあ、二刀流も一応残してあるし、まあ、残してあるっていうか買ったが正しいけど、まあ、でもここで多分3兆円お金使って、売り場でまた10兆円お金使ってってやるから、カウンスト、まあ、最終的にはカウンストギリ乗るかな。ただこれマイカーロリバ全部買おうと思ったらとんでもないぐらい金かかりますよね、これ。まあ、増資終わったらそれも目指したいけどね。カードロリバ全制覇したいはしたいけど、難しくね。てか単純に高くね。あれみたいな、なんかなんだっけ、韓国料理風に怒ってくださいみたいなやつ。チーズ高くねみたいな。あったよね、なんか。やってないって言っけじゃんみたいな。めっちゃ好きなんだけど。
あーこの辺あのクソ緑来るかな。あでも満載だったか、あいつ満載だったら大丈夫かな。とりあえず未来超特急の投資だけ今年中にやっておきたいんですよね。万が一コンピューターがなんか急激に1000億みたいな金持って、まあないけどそんなこと、てかそんなことあったら潰すけど、もしかしたらあるかもしんないからね。うん、そういくの。あーまあこいつがここにいるからだろうね。もうああやって遠回りで行くしかないんだろう。うん、まあ多分それこれですよ、うん、512億。ああ2回目振っちゃった。これ3回目行くか。ああ3回なかなかキング振らないね。で3回振る確率だけで言ったら昔の方が高かったよな。だシンプルな話、俺がもう2兆とかもらってる中で500億捨てられたところでだもんね。まあまあこんなに一強独走状態になることが少ないのかな、わかんないけど。目的地の方に入ってどうする。あーでも登別行けんな。登別じゃあちょっと増殖しようか。あーいいね、ここめっちゃめっちゃじゃん。登別めっちゃ、オッケー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 、いい増殖だった気がする。悪い増殖って何なの逆に。あークソエンマが何か来たわ、なんか来たわ。なんだお前、最初からそれでよかったんじゃないの。わあ結構来たな。あと5マス県内だ。県内2人いるのか。まあ入ってもいいけど、いやでも俺それよか未来駅だな。まあ未来駅行けるなら未来駅行きたい。あれ最寄りとかで行けないからな、スペシャルとかでやった方が確実か。あースペシャルでやんの確実か。そうしようかな。どうせ喜多方いつでも戻れるもんね。だってそうしよう、スペシャルにしよう。オッケー、これで5だっけ。5だね。オッケー、じゃあスペシャル使って5で帰りましょう。もう面倒なんでね。はい、でこれね、はい、一応説明聞きましょう。90年の開通までにお金を投資続けると完成後の収益率が大きくなります。投資した金額の合計が1000億なら収益 1%、 まあだから10億もらえるところなのかね。2000億なら 2%、 30億なら 3% です。3兆円全て1社で負担すれば収益率は 30%、 年間9000億の利益です。これはやばいね。あ、収益か、ごめんなさい。鉄道経営のように投資した金額が金運命に割れることもありません。これすごいよな、普通に。だもうちょっと早くやってよ。じゃあ投資しましょう。はい、これあこれ A 連だけだ。もうめんどくさやるけど、いややるけどめんどくさ。これ令和って確か何口って自分で数字選べたよね。あー便利になったんだな、てか楽になったんだな。めっちゃ連打するな。あかんでも言ってる間にもう終わりそうだな。23、24、わー3兆全部やるに決まってるよね当然。てか他のやつ誰もできないと思うはい終わりました。はい3兆円揃いました。もうクソ余裕よ。うん、てかもうむしろあと10兆払うからもう今月完成させてそんな無茶苦茶な10年かけてやるものをごめん10年かけてやるものを一手で終わらせたわ。財布れや、財布っとけよ。なんでやねん、財布ってやれよ、財布ってやってくださいよ。パイセン、もう遠い、なんだそれ、距離ぶっ飛びすぎだろ。もうほんと北海道行ったと思ったら九州行かせやがって、果てにはハワイとか月行かせやがって。ほんとにこのゲームは面白いね。51マスとか久々見た。いやここね、もう今開通してればおめえ、今開通してればこれ俺ワンチャンスペシャルに入れるんじゃねえかぐらい近いのに。もうバカ、ほんとにバカタレがよ。なんクソ遠いやんけ。お楽しみ、探偵会社ちょっと見る。何持ってんねんお前、増資ダジャレ飛びってお前ろくなもん持ってねえな、ろくなもん持ってねえわマジで。くだらねえ、なんかゴミクソケツかゆいんだけど急に。なんで座ったから。でも俺今日講義受けてきたばっかだから座った。あだからかな、だからむしろ座り続けたから、座り続けたからしんどいんかな、そういうこと。刀狩り、いや奪うほどのものはない。とりあえず2頭を撃つ、喜多方行く。俺どんだけ喜多方行ってんだろマジで、何回行ったか数えたいわ。
これなんかどっかで見れたよね、確か。あなた売り場でここ何回止まりましてみたいなクリアしたらさ、見れたよね。ちょっとここはスペシャルにして、で、はい、これちょっと1進んでカスタマイズ買うんだけど、里帰り、九州じゃないわ、あれか、京都まで行けんのか。増資持っとくか、そろそろね、そろそろ増資カード使い始めていいと思う。で、買うわ、ここ買うわ。いいじゃん、もうここ3個持ったら無敵でしょ。正直無敵じゃね。ちょっと一回増資カード使ってみるわ。これで青森とかやったら、あ、クアムいいね。青森とかやったらいいよ、ハワイいいよ。会津は外れだな。新宮俺終わってないんだ。あー、なるほどね。あと1軒のところが選ばれたらいいんだけどね。でも5軒も増資やってくれるのか、これ思ったよりやってるわ。お前暇かてめ、暇なんか、お前な。そうか、そんなに暇なんだったらもっと暇持て余してあげるよ。じゃあねえ、暇な時間作ってあげるよ。うわ、のぞみ周遊ハイフレそんなん来ちまったらおめえ終わりだぜ。うわお、あ、ここはちょっと二刀流ですね。だって暇なんでしょね、別にいいじゃんね。切れんなって。最初からお前ね、動きたいんだったら脱出しとかないとダメでしょ。マジで怒られた方がいいと思う俺。でもこういうことやるからあれなんですよね、ちゃんと便利系消滅でぶっ飛びっていう可能性すら潰すしさ、ほんとやってることマジゴミだからねこれ。でちょっとさすがに木坂って寄っておきたい。なんもないからね今ね。この状態で誰か目的地ありました、ボンビーつきました、おーのーってなったら結構終わりだからな。でカスタマイズ、便利系消滅、二刀流、ここも紙セットね、これ紙セット、はい、紙セット買っといて、まあ新幹線周遊そろそろお役御免かな。だから80年やってないだろって、何回このツッコミしてなあかんねん。てかこれ80年目だからさ、生ハゲに来るとこキング、よっしゃ、素晴らしいじゃないか。素晴らしいよキング。お、冬眠、これは奪うものですね。奪いもんですねこれは。いい拾いもんしてくれたわ。最寄りね、まあ、最寄りも強いしね、ぶっちゃけね、強いよ最寄り、強い、うんうん、まあお前は使わないと思うけど。あ、来なかったよかった。そう、生ハゲがなんだかんだ一番強敵まであるからね。うわ、なんかお前のカード袋怖えな。冬眠でしょ、うん、冬眠は持っておきたいよ。いや今後だからコンピューターにクソ無邪気、あのうんちゴミクソ野郎とか来た時にね、こういうの持っとくと、はぁ、あ、マジ無邪気の絶好調、ほんと俺のカスタマイズ地獄野郎に唯一対抗する術みたいなもんだからね、ほんとに。だってあれカスタマイズ消すもん、まあ、唯一まであるよね、ほんとね、唯一潰せる手段まであるよね。いや怖いよな、そう考えたらな。まあ平然となんか平然とデビルつけてるけど、しょうがないじゃんね、そういう日もあるじゃん、そういう気分だったんだみたいなさね。黙るよって言われそうだけど。まあまあ久々だから許してよ。お、いいとこ飛んだな、いいな、グアム俺も旅行行きてえわ。バカにしてるわけじゃないっすよ。ほんとほんとバカにはしてないっすよ。まあいいね、どうすればあの状況面白くなるかな。あ、こっから9000億上がったら3兆超えそうだな。このゲーム3兆とか乗ったっけ、収益覚えてないな。3
山頂乗ったっけ。あ、まあそうしたら下がってるのしょうがないね。あの売り場もやったし、あ、まあでも売り場だけか。そうか、あれだもんね。なんだったっけ、名前忘れた。未来超特急は一応総資産に計上されるもんね、あれはね。じゃあ売り場の10兆だけか、減ったのは。増資やんなきゃ